第 20SS 武装敵団兵士団エストニア第1、解説ハッチマールよう。解説を始める前に歴史的背景として第二次世界大戦前後のエストニアでの出来事を述べなければならない。エストニアが国家として成立したのが1918年、ロシア革命のどさくさに紛れてのものであった。だが第一次世界大戦が終わると、ボリシェブ駅がエストニアに対して攻撃。これにドイツ傀儡のラトビアも加わり三つどもえのエストニア独立戦争が勃発する。エストニアは装備も兵員も劣っていたが、西側諸国や民族的に近いフィンランドの支援を受け勝利。1920年2月2日にタルプ条約が締結され、ボリシェブ駅はエストニア領土に対する全ての権利を放棄した。だが1939年、モロトフ・リッペントロップ条約の秘密議定書において、バルト三国はソ連の勢力圏だと決められ、ソ連はヨーロッパが戦時において、エストニアにおけるソ連軍の基地建設と人員駐在を要求。海軍と空軍が威嚇行為を実施し、エストニアはこれを渋々受け入れる。だがこれで止まらず、40年6月16日にソ連のモロトフ外相がバルト諸国のソ連に対する陰謀を非難。さらにソ連が承認した政府の設立を求めた最終通告をエストニアに突きつける。エストニア政府は無用な出血を避けるためこれを受け入れ、翌日に地図からエストニアが消えた。共産主義者のクーデターを支援するためソ連軍がエストニア領内に侵入し、さらに共産系以外の候補者が非合法化された議会選挙が行われ、その議会は7月21日にエストニアが社会主義共和国であると宣言、エストニアがソ連に加入することを満場一致で要求。いや、反対票に投じた人がいなくなったから要求するまでもないか。この併合行為は国際社会に承認されなかったが実力行使しなければ痛くも痒くもない。ソ連は早速旧エストニアの指導者層と軍上層部を次々と逮捕、約7000人が逮捕され1850人が処刑、残りは強制収容所に送られそのうち4500人が死亡した。市民の国外追放も行われ約1万人がシベリアに送られる。41年6月に独ソ戦が勃発すると5万人に近い男子が強制動員され、約3万がソ連に送られ3000人が死亡。さらに市民に対しての略奪、歴史的建造物の破壊等ソ連の蛮行はとどまるところを知らない。これらの行いに憤慨した一部のエストニア人はフィンランドに渡ったほか、森林地帯に潜みパルチザンに転向した者もいた。独ソ戦開始に伴いフィンランドが冬戦争で失った領土の回復を目的にソ連に宣戦布告。これに伴いフィンランドの諜報機関が15名のエストニア人を訓練し諜報部隊として起用。ドイツ側は部隊をエルナと名付け、2人のドイツ人連絡将校もこの部隊に加わる。部隊はヒトラーに対する忠誠を要求されたがエストニア人大佐がこれを拒否、最終的に最初の15人を含む67人がフィンランド軍に対して忠誠を誓った。7月10日、42人の小隊がエストニアに上陸、さらに28日に17人が空挺降下し、当初目的であった偵察を目論んだ。だが独ソ戦勃発に伴ってエストニア国内のパルチザンの活動も活発になり、これに腹を立てたエヌベイカーデイは住民もパルチザンの一員として扱い、カウトラで破壊行為と住民の虐殺を実行、これを受け森に逃げ込んだ2000人のパルチザンはエルナ長距離偵察隊と共に攻撃を実施。この攻撃は失敗したがエルナ部隊は32名の犠牲者を出しながら8月4日になんとか包囲を突破した。一方でパルチザンの活動も活発であり、タルプやキリンギ、ノーメなど各地で武装蜂起を実施。前者はドイツ軍到着まで陣地を維持し続け、後者に関しては強烈な抵抗によりソ連側がドイツの効果傭兵だと誤認したほどだという。しかし前述したように、パルチザンが奮戦すればするほどエヌカベイデイの行動は過激となり、タルツ刑務所では政治犯が全て処刑されソ連軍は村を焼き住民を虐殺しながら撤退した。民間人約2000人が被害に遭い、中には生きたまま焼き殺される事例もあり、3237の農場と13500の建造物が破壊され、家畜の半数を失いまた多くの物資もソ連によって略奪された。また135の図書館が破壊され46万5千冊の書籍、多くの書類、2500点の美術品が失われた。8月28日、ドイツ・エストニア連合軍は首都タリンを解放、この日再びトーンペア城の塔にエストニア国旗が翻った。9月8日、西エストニア諸島のソ連軍を掃討すべく攻撃を開始、エルナにもこれに参加し10月21日に諸島は解放された。これによりエストニア全土が解放され、多くの住民はドイツ軍を解放軍として歓迎した。
またドイツ軍の到着前にすでに有利、ブルオツを首相とする政権を樹立、多くのエストニア人はソ連からの独立を回復できると信じていた。しかしドイツ側はそんなつもりは毛頭なく、政権とパルチザンは解散させられ、エストニアはオストラント国家弁務管区の管理下に置かれ、タリンで掲げられたエストニア国旗もドイツ国旗に置き換えられた。ドイツはバルト三国を入植地としか見ておらず、エストニア人は民族としてみなされずその半数が国外追放される手はずであった。結局エストニアにとってドイツは新たな支配者にしか過ぎなかったが、それでも多くのエストニア人は復讐のためドイツ軍に入隊。解散させられたパルチザンもドイツ側によりオマカイツェという民兵組織として再編され、ソ連軍の残党総統に動員される。余談だがこのオマカイツェは第一次世界大戦でも組織されており、帝政ドイツがエストニアに侵入する前に独立宣言ができるよう国内各地を占領した。しかしドイツはオマカイツェを非合法化、政府も解散させられる。つまりドイツはかつて非合法化したオマカイツェを支配下に置き、エストニア政府を二度も解散させている。これはドクロに大国に挟まれたエストニアの数奇な運命をよく表している。さて再度蘇生されたオマカイツェは上記8つの任務を遂行するよう規定された。またドイツの占領法と一致する限り、かつてのエストニア軍の規則も適用された。オマカイツェの人員は初期では1万200人であったが、最終的には4万まで膨れ上がり、後方の治安維持や強制収容所の管理を任される。一部の人員はユダヤ人やロマ、ソ連兵捕虜の迫害や処刑に関わった。ドイツ側が劣勢になると17から45歳の男性にはオマカイツェへの入隊が義務付けられ、最終的に60歳まで拡大。また一部部隊は前線にも投入される、最終的にドイツがエストニアから撤退するとオマカイツェは解散され、一部を除いて故郷へ戻った。緩和9代、国防軍内のエストニア部隊について語っていく。ただしドイツの法律でドイツ人以外は国防軍に加入できないため、指揮は国防軍だが組織としては別という形での部隊創設となる。まず最初に見ていくのはエストニア義勇警備部隊であり、これは1941年8月25日、北方軍集団により7つの部隊が編成され、彼らは一年の契約でドイツ軍の下で戦った。ドイツの軍服を着用しソ連製武器で武装したエストニア人の部隊という何が何だかわからんこれら大隊の任務はインフラやパルチザンの総統等であったが、42年に入るとほとんどが前線に送られ、レニングラードを包囲しているドイツ第18軍の撃破を目論んだソ連第2突撃軍をブオルホフで迎え撃ち、これを撃破し後にロシア解放軍の司令官となるアンドレイ・ウラソフを捕虜にする。特に第183大隊第9中隊は活躍し、敵後方深くまで進出、後方で敵重隊を撃破し帰還するという離れ技をやってのける。またスキー部隊も活躍しそのような部隊がなかったドイツ軍の注目を浴びた。これら活躍の結果、20人が2級鉄十字章相当の東方民族の勇気を称えるための功労賞が授与された。1942年10月、これら部隊は契約期間を終え、さらなる勤務を望んだ人員から3つの東方大隊が編成される。クリスマスにこれら大隊はエストニア大隊に改名され、東部戦線各地に送られた。さてこれ以外にもエストニア人部隊が多数編成されており、この動画で取り上げるのはアトエストニア警察大隊とオストランド警察大隊の2つである。前者は41年9月、国防軍最高司令部の命令により後方警備のために編成され、42年10月時点でドイツ人591人含む1万400人が所属した。これら大隊の任務はエストニア義勇警備部隊と同じ、後部地域の治安維持であったが、第36大隊は別動画で解説しているチルカワの戦い、第29、31、32、37、38大隊は44年にエストニアに侵入したソ連軍を迎え撃つため前線に立った。特に第36大隊は奮戦し、42名が鉄十字章を受章、スプンクフェルド中将から感謝状を授与された。ちなみに同大隊がホロコーストに加担した疑惑があるが、エストニアとロシアが相反する主張を提示し両国のナショナリズムマシマシの論争が繰り広げられているから取り上げない。というかソ連時代ユダヤ人迫害してたくせにどの口が言ってんだが。そして後出しで申し訳ないが警察大隊は解明したり統合したりでまどろっこしいから省略する。本来ならば第36エストニア警察大隊も防衛大隊という名前だがエストニア語以外の文献では一様に警察大隊になってるので、はい。さて次はオストラント警察大隊である。この部隊は中独エストニア大使館の要請によって編成されたが、
前述の通り国防軍には外国人は参加できず、仕方なく武装親衛隊の配下にしようとしたが、これも党員が反対。そして妥協の末秩序警察の支配下となった、部隊は41年7月に編成された後、10月にパルチザン掃討のためウクライナに送られた。さてここまで十分の前置きがあったが、ようやく本題に入る。ドイツはエストニアの解放以来、旧エストニア軍の将校による、エストニア人のみの部隊を創設し、エストニア軍を再建するという提案を常に退けた。しかし東部戦線で多大な人的被害が出たことにより、この方針は修正され、42年8月中旬までに親衛隊指導者及びドイツ政府はエストニア軍団の創設に合意。これはタリン解放記念日である8月28日に正式に発表され、9月29日にはヒトラーも10月1日からの軍団の編成を正式に承認。基本的に志願制であり、前述した3つの部隊から1年の契約を終了した人員を受け入れた。本来1個連隊3個大隊を組織する予定であったが、集まった人員は1000人ほど、この。最初に訓練所に到着したのがポール、マイトラ中尉が率いる東部大隊の113名。その後連隊長にはフランツ、アウグスベルガー親衛隊中佐が着任、第1大隊大隊長にはゲオルク、エーバーハルト親衛隊隊員が着任した。部隊の編成後、約80名のエストニア人将校は教育のためドイツの武装親衛隊軍事学校に送られ、下士官、通信兵、対戦車兵も教育のためそれぞれポーランド、ドイツ、オランダに送られる。42年末時点で連隊の人員は969名、全く足りていなかったが第1大隊分は準備できたので43年2月まで戦闘準備が整うよう予定され、2月13日に第1大隊の兵士は忠誠を行い、3月23日には軍団から除外され SS 義勇装甲敵団兵大隊ナルブアとして編成される。またこの際オストラント警察大隊の人員も編入され、同時に同部隊は解散した。さていよいよ実戦だが尺と気力がないので今回はここまで。第 20SS 武装敵団兵師団解説と銘打っておきながらこの言葉が冒頭の1回でしか使われていないのは秘密だぞ。終わり、平定。